さあ、では続きやっていきましょう。月下の野草局です。さあ、言ってた通りにまずは狙いに行ってみます。入れなかった扉ですね。確か上にガンガン上がっていくところの途中だったと思うんで、そんなに遠くはないので、ちょっと急いで行きます。急いで行きます。全然遠くはないです。ほっていうか、まあこの辺もショートカットとかいずれできるようになるのかなっていう感じですけど、ちょっとわかんないですね。まあついでにハートもちょっと集めとければいいかな。このね、このここからガンガン上がってって移動していくところの上、ちょっと待って、危ない。基本ザワールドでいきます。気に入ったし、武器も正直あれやな、なんか探検系が気に入ってるから欲しいな。探検系の強いのが欲しいっす。これこの速さにすごい心奪われてるんで。どこやったっけ、この次ですか。あっと、ポイズン毒った。まあ気にせず行こう。すぐ治るし、よし、行きます。ここここ、多分この上のどこかですわ。こら、ここは多分セーブポイントで、よいしょ、よいしょ、そこ、多分そこや。ちょっと分かりにくいけど、あう、ダメ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 、はい、ここ、よし、行きますか。あ、いた。マジか、これ1回分で、なんていうんですかね、1回分でもう使い切ったこと。おっと、出会った、来ましたね、マリア。アルカード、びっくりしましたね。マリアとか言ったか、向こうから来よったな。相変わらず不愛想ね。それにしても変だと思わない？何が？以前と建物の構造が違っているのよ。そうなん？ドラキュラ城は混沌の産物だ。その姿は一つではない。すごい。前の知識は役に立たないわけか。受け入れ方なんや。考えてもしょうがないわね。ありがとう。それじゃ。一緒に行ったらええがな。試練みたいなことなのかな。まあ前と変わったって言ってることは前作とって言ってんのかな。まあ前作やってないんでわからないんですけど。礼拝堂、礼拝堂、上も行ける。ちょっと待って、下から行くか。あー、セーブ、うわ、セーブがあって、っていうことはボス系かな。今までの経験上、セーブポイントの近くにボスがあることが多い。アクアマリン、これは多分売れる宝石。お、外に出れそうやな。怖っ、びっくりした。いやー、カチカチやがな。まあええか。うわうわ、いやくそ、一生坂にどけや。危ない。オッケー。嘘、あれ食らうのか、もったいね。うわ、それもね、もう絶対なんか取れるんやろうけど、取りようがないからな。プラントガーダ、ちょっとダメージ食らってるな、だいぶ。血を出しよる敵がおったら回復したいけど。骨柱、ホップ。いやー、すげえいっぱい、あの赤い壺がいっぱいあるんですけどね。あの赤い壺絶対にそこそこええもん入ってあるんですよ、いつもの傾向的には。全く取れんな、全く取れんす。
え、なんか乗ってた。あれがゴロゴロって転がってくるんやわ。倒した瞬間転がってくるぞ。よし、さすがにそれは分かった。かわして、よし、上も無理やしさ、とりあえずこっち行きますぜ。ここも無理やしさ。なんかジャンプ力を高める何、あ、剣や、何これ、うわうわ、ボス、え、何これ、何これ、何これ、何戦うのかな、え、何やねん、え、何やねん、めっちゃ怖いやん、え、戦うんかな、あの技を、あの遠距離の技を、出せないんですよ、難しくて、いや怖い怖い、え、マジで怖っ、全然止まらへんし、いや無理や無理や無理や、全然無理や、これは意味がわからんけど、ちょっと一旦ここは引きましょうか、ここは一旦引くか、わからんから、縦縦ちょ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 、縦縦縦縦、ナイトシールドゲット、ナイトシールドゲット、よし、硬くなりましたね。いやそれはいいんやけどね、こっち側行けへんし、いやー、ちょ待てよ、あいつ倒す必要ありそうやけどな。これで行ってみるか。ルーラーソードレベル2。あの技さえ出せれば。これでどう？当たる？当たってるな。こっから倒せるかな、遠隔で。あの音ど、あの音どうなん？食らわせてる音じゃないよな。あ、倒した。倒しただけかい。あ、螺旋階段。いけるいけるいける。よし。ちょ、待てよ。向こうもあったな。こっちもあるな。これ乗れんのか。ややこしい。見た目上、飾りかと思ってたら乗れましたね。おー、繋がってる。どっち行く？こっちは何もない。敵もいな、う、いたいたいた。うわぁ、う、何あれ、コンボ、あぁ、いや、ちょ、待って、まずいな、死ぬ。これはまずい。ちょっと待ってください、ポーションを使うしかないよな。厳しい、非常に厳しいです。すげえ強いぞ、あいつ。縦構えていくか。うわ、嘘、無理や、いや無理や、ちょっと待って、無理や、両サイドおる。どうする、すげえ飛んできてるもん。これで、いやー、もう暗い、あ、違う、そっか、これでよかったのか。ヘイ、ザワールドでよかったんだ。ザワールドを思い出せ。また俺煽る。ちょっとね、背に腹は変えられないんで、きっちりザワールドでとどめさせていきますわ。よし、オッケー。向こうサイドにもどうせおったでしょうけど、無視や。さらに上がある。こっちサイドから上がる。はい。すごい登ってますって。うわ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 、来とる来とる。カラスもおるな。かあ、これ。やっち、どこ行くねん、おい。よし、ブラッククローゲット。あっ、うわー、腹立つな、これ。うわー、
このパターンか、落とされるパターンか。こいつはあまり気にしなくても大丈夫だよな。ああ、くそ腹立つあいつ。カラスええとこおるな。魔法行きたいんですけど。この魔法じゃなくてね、これでいいか。これで一回やっときゃ。まずいぞ、まずい、そこはまずい。よし、で待って、ここでやり合おう。いや、上やばいやつおるなー。ちょっとなんか見えてる、チラッチラと。やべえ、あいつやばいぞ。何これ、ちょ待って、めっちゃ怖い。ちょ、あいつなんやねん、あいつなんやねん。金鳴らした、ほっといていいんかな。レベルアップ。ちょ、あいつなんやねん、マジでめっちゃ怖いねんけど。なんかよし、やったー、ライフマックス。よし、そして上に何か、鎧か、あれ。これは力の薬、力の薬は力を一時的アップでしょうかね。あ、一時的に力アップ、はい。シルバーチェスト、よし。うわー、めっちゃ上がるわ。よーっしゃ、来てよかった。ただお宝があるだけの場所でしたか。あ、いけるな、ちょっと待って、こっちいけるな。こっちは、こっちいけない。こっち道つながってる。おい、勝った、あいつマジで。はあ、はあ、よし、頼りきっとるな、これ。はあ、まあまあ強いですからね、これは。威力がまず強いのね、取りたくない。これ早い、怖っ。ねえ、しゃがんだら OK なんや。本なくなってるし、ほんで。よし、行きましょう。これ乗れる、乗れない。ジャンプがもう一ったり。マジか。逆サイドから行くんやな。メロや。やめろ。塩、いや、塩は嫌です。もうないやんけ。もう何もないやんけ。待ってよ。上、また絶対上なんかあると思う。お宝がきっとあるに違いない。ほら、あった。よし。ジルコン。親父のところ行ってまた売りたいですね、これね。はっ。さあ。よし。はっ。ハートを回収して、後ろダウン。はい。あれ。あれ。静かになったなぁ。なんかおるなぁ。止まらない。一切止まらない。ゆっくりにはなっとんのかな、これ。もしかして。なってないな。くそったれ、ゴリ押し。構えたら火を吐きよる。うわぁ、食らう。全然食らう。卵。卵割れて。怖え。降りてきょったところをどつく。よし、もうポーションないからね。炎を回避。弱。よし
いける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 けど、すげえ硬い、硬かった。 OK、 レベルアップ。まさかこんなところでボスと出会うとはな。よし、ライフマックスアップ。おっと、びっくりした。いたのか。すごい腕前、任してください。私の出番なんてないみたいね。そうですね。何の用だ、そんなことを言いに来たわけではあるまい。すげえこいつでも先行っとるな。リヒターベルモンド知ってるわよね。知ってる、最初に操作した人で。ベルモンド家のものか。彼が1年前から行方不明なの。きっとここに来てると思うわ。見かけたら私に知らせてほしい。シモン・ベルモンドか。いいだろう。ベルモンド家のハンが優しいのね。あのシモンってやつが多分ファミコンの主人公じゃないですかね。初代主人公リヒターっていうのは、その要するに後継者というかっていうことなんでしょうね。よっしゃ、OK、出る。しゃがんでればお前の攻撃など無効化できるわ。よっしゃ、また上あるな、また上ある、またこれ絶対当たるなこいつ。はい、嫌な動きですねカラスね。ポーションやった、ありがてえ。剣や剣や剣や、ちょ鳴らしてもた。喜びの鐘鳴らしてどうすんのか。剣剣剣剣、カトラス、カトラス、英国海軍の軍刀カトラス、ブラックラグーンですね。あの速さはなくなったけど、ステータスどうでした？ステータスは、あー、まあでもバーゼラルドの方がいいような気すけどな。とりあえずカットラ使いますか。得たからには使ってみようか。よし、さあエリアチェンジして、はい、よし、いいね。火力はやはり強いね。なんかある、ネックレス、ちょっくした、セムラー、セムラーや、セムロちゃんの真似をすることで有名なの。あー、意思かどうか、いやもうザワールド安定で、お金が嬉しいね。すごくすごくお金が嬉しいです。もう一発、オッケー、いらん、もう一発、もう一発、三発でかいな。悪魔城最上部来たやん、来てるやん。最上部なんて言ったらもうボス前でしょ。あそこに扉が一つ、滝そっち行きたい感じやな。おお、よさげ、ティルフィング、ティルフィング、よさげ、呪われている暗黒剣、呪われている、言うてもうてる、呪われてるって言うてもうてるな。これ装備してみるか。振りはめちゃくちゃ遅い。なんか使うんかな。暗黒剣って書いてますからね。まあもしかしたらそれしか効かないようなボスがおったりっていうことなのかな。手村。よし、あのネックレス取りに行こう。あ、使っちゃった。上におる。上におる。スルーして。本当にあの、ロックマンのタイムストッパーみたいな感覚やな。飛翔石を入手した。これは熱いんじゃない？飛翔石。ジャンプ力がアップしたりするパターンのやつじゃない。思ったけど、装備できそうにないな。魔導器かな？来た！二段ジャンプが可能。きたー、よっしゃー、うわー、
よっしゃやりました。マジでやった。これは嬉しい。いや、だいぶいけるとこ増えるわ。諦めてたやつ全部取れるわ。よし、これはでかいな。こっちなんかあんのかな。ないな。ないんかい。いやー、これでかい。ちょっとずつやっぱ強くなっていくんですね、こんな感じで。これでかいなー。二段ジャンプ全然違うぞ、これ。一瞬なんか悪魔の羽みたいなのが入る。つう。かっこいい。これは違いすぎるな。ちょっと戻って、あの階段のところの、あれも鳥には行きたい気持ちもあるけど、うん。そしてワープ。で、ショートカット、つなぐみたいな感じですかね。どうですかね。CD からの、あれまたここやん。え、全部ここに帰ってくるのこれ。そういう仕組みなのか。帰ってきちゃった。帰ってきちゃいました。はい、とりあえずセーブします。じゃあ、動画移動したいと思います。見ていただいてありがとうございます。